ついにブースターがついて登場したフォーデンを使ってみたら、根幹がなくなったの悲しすぎるけど、能力はめちゃくちゃ強かったのでご紹介。今回のフォーデン、プレイスタイルは2列目からの飛び出しなんだけど、ミニサイドハーフにポジション適性がついてない。これマジでつけてほしかった。そしてブースターはこちら、シュートプラス3、ボルコン決定力、キック力、フィジカルコンタクトのパラメーターが3上昇する。そして今回のフォーデン、能力値見ていくとこんな感じ。ドリブル数値はめちゃくちゃ高くて94まで上がるんだけど、決定力も90乗っかってくる、スピードも84、瞬発も90乗っかってきて、ボディコンは91まで上がる。能力は過去最強レベルで強い。ただ今回のフォーデン、スキルでコントロールカーブが削除されてる。これがマジで痛すぎる。今回フォーデンサブアカで洗ったんだけど、本アカでこのフォーデン欲しかった。このシーンもミニサイルボール受けて、ここでシューキャンから中に切り込んでいって、最後はこのコンか。このシーンもフォーデン中央でボールを受けて、こっからドリブルで運んでいって、この位置からこのインパクトシュート、これヤバすぎでしょ。この選手はコンカとミニサイルハーフ適性がないのが痛すぎるけど、使用感はマジで良かった。そのフォーデンの今回の評価がエスプラス。